全くもって無意味。どんなに夢や希望を持っても幸福な人生を送ることができたとして、庭で体を砕かれても同じで人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がない。そもそも生まれてきたことに意味はなかった。違う。あの兵士たちに意味を。